客室品質企画部の星名と申します。日本航空には昭和の62年、1987年に当時、総合職の客室系という採用がありまして、これで入社しています。社歴としては30数年あるんですけれども、当初は10年ぐらい客室乗務員として乗務をしていました。その後、客室仕様の開発の部門ですとか、海外支店の勤務などを経験しています。現在は客室本部で客室乗務員のサービスに関わるサポート業務、これをやっております。トリプルセブンというのは皆さんご存知のようにジャンボの後継機としてエンジン4つついている飛行機から双発の飛行機の新エージェットとして導入されたわけなんですけども、トリプルセブン 200ER という飛行機はキャパシティが大きいということとロングレンジを飛べる、いろいろな特徴を持っていて、それぞれ実は投入当時から投入路線も幅広い路線で飛んでいました。例えば皆さんが今乗られている J701J という飛行機は当初は近距離アジア、この路線を専門に飛んでいる飛行機でした。一方で同じような777-200ER であっても最初から欧米を飛んでいた路線、ここら辺の路線を飛んでいた飛行機もあります。そういった意味では同じ 200ER であっても導入当初から非常にバラエティに飛んだ路線を飛んでいたというのが特徴的な機材だと思います。その後一番大きな転機を迎えたのは787という飛行機の登場です。で、787が導入されたことによって欧米の路線が787に徐々に変わっていきます。これによって当初は長大路線、欧州を飛んでた飛行機が今度は中距離もしくはリゾート路線、こういう路線に機材として働き場所を変えていくと、こういうような経歴をたどっています。で、これに合わせて飛行機の中の客室仕様も都度変更をされており、先ほどお話しした一番最初の近距離を飛んでいる時には手動式のリクライニングのスカイラックスというシートがついていました。で、欧米なんかを飛んでいるロングレンジの飛行機に関して言うと同じスカイラックスでもシートピッチの広いスカイラックスワイダーというシートですとか、その後電動になったシェルフラットというような商品が入り、今皆さんが乗られている最終的にはスカイスイート3というフルフラットのシートが装着されています。トリプルセブン 200ER という飛行機は投入路線の変化に伴って何回かの客室改修をしたり、客室のバリエーションもたくさんありました。11機トリプルセブン 200ER という飛行機は導入運用されてきたんですけれども、この中で8機と3機に分かれる大きな特徴があります。皆さんが今飲まれている J701、702、703のこの3機と他の8機とは大きく異なる特徴があるのですが、これは一体何でしょうか。正解はこの3機には乗務員の給養施設がついていません。これは導入当初から短距離路線に投入されることを想定して導入された3機であるために、その後客室改修は行われたんですけれども、乗務員の給養施設はついていないという状態のまま退役を迎えます。したがってこの飛行機はロンドンとかニューヨークといった乗務員の給養を必要とする路線には投入できない機材となっています。で、同じくこの3機クルーマークのついていない3機についての問題です。この機材は当初先ほどお話ししたように短距離路線から導入されましたので、当初スカイラックスという手動のリクライニングシートがついていました。その後投入路線を拡大するにあたってシェルフラット、そして今のスカイスイート3とグレードアップされていったんですが、このシェルフラットのシートを入れるときにあるエコな取り組みが行われていました。さて、それは何でしょうか。ヒントはこの時期、同時期に 777-200ER の W50 シリーズの改修も行われていました。
この時に、先ほど長大路線を飛んでいた、一方ヨーロッパなんかを飛んでいた2200ER の C クラスを減積して Y クラスを増積する改修というのが行われていました。したがってその機材からは C クラスの余分が出ていました。でこの機材を短距離路線飛んでいた 200ER に装着するという移植手術をすることによって椅子を新たに使うこともなく、もしくは椅子を捨てることなく活用してシェルフラットのシートのついた機材を増やすことに成功しました。当初これは予定に入ってなかったんですけど、途中で整備部門の方でこれは使えるんじゃないかということで気がついて、で、実際には乗り越えるハードルはたくさんあったんですけれども、そういう認証を取って移植手術をして、W30 っていうシリーズから、シェルフラットのついた機材に変更したというのがあります。多分ね、他はやんないよね、そんなことね。シートって実は同じように見てちょっとずつ違うもん、はい、飛行機ってこうテーパードって前は細くなってこう真ん中になって、真ん中だったら全部一緒なんですけど、例えば前の方なんかはこう斜めになってるので、実はシートレールも斜めになっていて、普通の椅子を入れちゃうと当たったりとかするんで、実はちょっとずつ違ってる。1の A と2の A って微妙に違うんです。違うんです。へー。なので実はちょっとずつ回収をしてるんですね。でそこに合うように認証をしっかり取り直して移植をするっていう回収をしてます。第3問も同じ時のお話なんですけど、今お話したように、欧州線を飛んだ欧米路線を飛んでいた W51 という、C クラスの多かったトリプル200からC クラスを減積して Y クラスを増積するという回収を先ほどしてましたというお話をしました。この飛行機には実は、ある特徴があります。それは何でしょう。おそらく世界で初めての試みだったと思います。これも正解は実はエコノミークラスのシートは2つのメーカーのシートが同じキャビンの中で混在していました。知らなかったですか。よく見ると、モニターのサイズが実は違っている。で元々、一番後方の座席っていうのはエコノミークラスだったんですけど、その時についていた椅子と同じメーカーの椅子というのがもう導入できなかったので、違うメーカーの椅子を買いました。そしてそれを少し前方の方には装着するということをこの飛行機ではやっています。ですので前から乗っていくと気がつく人がいるかなという話は開発の時にもしてたんですけど、ほぼ一回も気づいた方がいなかったので、やったなと。もちろんファブリックは同じものをかぶせているのでわからないんですけど、一番わかるのはモニターのサイズが実はちょっと、新しいものが大きく、やっぱりこう先ほどお話したように路線とかお客様の状況とかによって何回も機材回収をした飛行機で、こんなに機材回収をした飛行機は多分ないんで、各部門がなんとかやっぱり回収をするとものすごくお金がかかるし、飛行機を休ませてしまうので、それをどうやって短くするか、どうやってコストを下げながら快適性を確保するかっていう知恵をみんなで絞り合うっていう、こう非常にこう我々の社内的なトレーニングの場になってたっていうのはあるんだと思います。 200ER ってやっぱりその時その時に一番応じたものをなるべく早く、提供するっていうことを各部門がみんなで集まって常にこう考えていた、非常にこう社内のみんなの知恵を集めた機材だったなっていうのはすごく思います。本当に回収多かった機材だな。まあでもね、繰り返しなんてやっぱりその時のマーケットとか会社の状況とかお客様の状況
いろんな、あとまあ外的な要因もね、いろんなものの影響を一番受けて、それにフレキシブルに対応をしてきた飛行機で、ついに役目が終わった、そんな感じがしますよね。